だからね、なんかなんでラーメンすすれないんだろうと思って、その口のさ、このここのさ、このさこのさとか言ってもわかんないんだけどさ、その口周りの筋肉が緩いからラーメンをすすれないんじゃないかなって思った時期があって、僕ねトレーニングしたんですよ、実はラーメンすすれないの悔しすぎてトレーニングしたの。この口のね、この周りの筋肉を鍛えるトレーニングを実はしてまして、昔で小学生の頃とかに毎日500ml の水が入ったペットボトルをこう口の筋肉だけで持ち上げる、その吸ったりするんじゃなくって口の力だけでこの 500ml のペットボトルを口の力で持ち上げるトレーニングをしてまして、で結構 500ml って重いからみんな持ち上がらないんだけど、僕はねできるようになったんだよそうそう、だからね、こうでやったーと思って 500ml のペットボトル口だけの力で持ち上げられるようになったーと思って、バッてそのラーメン食べるぞーと思ってラーメン食べたらすすれなくて泣いたっていう。わおわお、やじりで水の調子が悪いとは。水の調子が悪いんだ。早く持っていけ、知事を待たせるなよ。ありがとうございます。俺見て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 ねえ見てよ。ちょねえ、なんでみんな無視するの、すごい。あ、待って、走っても全然余裕じゃんね。見て見て見て、料理長見て、ほら全然走っても大丈夫ね、ほら見てあ、全然大丈夫じゃん、こぼれるかと思ったら平気平気じゃんね。このまま田辺っちゃんに、おらおら、いいね、ファサファサやってるけど、ファサファサ鳴ってるけどこぼれはしないんだ大丈夫大丈夫、タナベッチお待た、持ってきたよ。お待たせいたしました。はい、おお、待ちかねたよ。お水だよ。ずいぶん派手にこぼしてるな、もっと丁寧に運びなさい、もっと丁寧に運びなさい、もっと丁寧に運びなさい。怒られた。違う、なん、緑の本、これのことを言ってるのか。それ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 、あ、ノート調べろ。警備員の業務日誌のようね。うん、興味ないわ。え、興味持て。わかったわ。何、どこ行くの、何どこ行くの、何してんの、ん、あ、フリータイム、フリータイム入ったわ。待って、ちょっと行ける、ちょっと、え、待って、行ける場所リスト。マップ、マップ、マップ、さっきどうやって、あ、はっ！何をぐるぐる回ってんだ？オペレーターさん、はい、はい、はい。なんかない？あなたの指示を待ってるのよ。うん。え、どうしよう、これさ。ずっと呼びかけてた甲斐があったわ。え、捕まってんの？え、宇宙人知能高。捕まえるのか？なんか通信できてるかな？オペレーターさんもなんか言って。わかった、なんか。はじめまして。僕は、宝生マリンと申します。今後、よろしくお願いします。え？何その挨拶？あ、すいません。いつもと声が違うし。え？